がでしたか、なだそうそう。私には歌の先生が3人いてます。大学の時から、大学入る前からずっと教えてもらっていた木川田誠先生っていう方がおられるんですが、その方はもう亡くなったんですね。そして私は亡くなる1ヶ月前の12月にレッスンに行き、先生は来るなと何回も言ったんですけれど、何としてでもレッスンに行きたくて、3回ぐらいレッスンの日にちを変えられたんですけど、最後まで行って12月27日にやっと先生に会えたんです。その時に、お前基礎よう頑張ったなって、14年間もかかったなって、僕はもうやっと OK するから人の前で歌ったらいいよって言って OK もらえたと思ったら、次の月に亡くなったんですね。癌でしたね。そういうのって本当に OK やったんかなっていうのがすごく気になる。私が OK もらえてなかったらずっと勉強し続けるんちゃうかと思って言った、ただの言葉やったんちゃうかなとも思っちゃったりすることがあります。そして一番会いたいのはこの水玉ちゃんですね。もう泣かないでっていう曲で歌ってますが、愛犬です。タバスコ LINE アット、Twitter にてコンサート情報など配信しております。チャンネル登録、評価どうぞよろしくお願いいたします。